ジョータロー君とお揃いの化粧が足手の小平です。次は伊勢ヶ濱部屋の幕内チャンピオン、堀内。先導の道具は大島部屋の幕内チャンピオン、木村久之助です。さあ、ジョータロー君と揃って土俵に上がります。城太郎君は3人兄弟の今のところ末っ子です。7月には5歳になります。このお揃いの化粧回しはパリで学んだ刺繍作家、世界的にも有名な小林孟子さんの作品です。安仁敷関のふるさと青森津軽の日本海をイメージしています。ねぶた、りんご、イカ、さて見事にデザインされています。今日のプログラムにも親子の化粧の姿の写真が掲載されています。今一度皆様大きな拍手をいただけますでしょうか。将来、ジョータロー君とお揃いになってください。